フルハウスキッス6回目、やっとこの日が来たぞ。いよいよ安藤家に突入する時がやってきました。これは話が動きそうだね。どんな家なんだろう。一人で行くのもなんだか怖いや。あ、え、マジで和也と一緒に行けるかな。和也くん忙しいかな。ここはじゃあ本命和也くんと一緒に行くか。うん、和也くん忙しいかな。どうかな。和也くんちょっと安藤家に C4 爆弾持って突入するから一緒に来てくんない。少し待て。うん、あ、少し待て。うん、なんだ。またアロママッサージしてあげるから。あのピンクのオーラまた出して。お仕事中みたいだね。やっぱりいいや。やっぱりいいなんて言われると気になるだろ。言えよ。なんかほんと前回前々回くらいからだいぶ和也が柔らかくなってきたよね。言うけど私これから安藤正史の家に行くの。家族の人の話を聞いてみたい。それで一緒に行ってもらえないかと思って。それは難しいな。あら、難しい。ところで先方には訪問することを伝えてあるのか。いや、言ってるわけないじゃないですか。飛び込みかよ。飛び込み仕方ないな。あ、俺も言ってやる。さすが、やっぱ優しいんだよ和也。でも忙しいんじゃない。そんな計画性のない行動を放っておけるか。先方になんかほんと徐々にね、和也の魅力が分かってきた気がする。お前に何かあっても厄介だしな。厄介っていいよ、来なくて。忙しいから無理なんでしょ。いいか、ここでお前を一人で行かせたとする。お前は絶対問題を起こすだろう。うん、後始末に追われる時間を考えれば今一緒に行った方が楽なんだ。そんなことをそんな言い方して、私と一緒にいたいだけなんじゃないの、このつけこまし。理解したなら早く支度しろ。さっさと終わらせるぞ。右手に腕時計つけてるところが好き。はいはい、分かったよ。あー、でも和也と一緒に行けることになった。これはちょっとしたデート感覚になってきたぞ。うわ、すげえ家だな。これが安藤正史の家。立派な家。やっぱりお金持ちなんだ。そっか、そういえばお父さんはなんかのアパレル関係のなんかの社長とかなんか言ってたっけ。それじゃあ行ってくるね。行ってみるって、お前どうやって話を聞くつもりだ。うん、小系の教師として安藤君を探したいので、居所を知り心当たりはないですかって。おおむねそれでいいが、言い方に気をつけろよ。言い方か。子供がどこの誰ともわからない女と一緒に消えるなんて、こういう家では大変な醜聞だ。なるほど。当時は散々騒がれただろう。相当神経過敏になっているはずだ。お前ならわかるだろ。確かにそうだね。じゃあどうしたらいい。そうだな、こう言ってみろ。ほう。学校側の対応が至らなくて申し訳なかった。安藤君にお詫びをしたい。なるほど。学園としては、うん、ぜひ安藤君に復学してほしいと思っている。居所に心当たりはないかと。さすが和也。もう和也が言った方がいいんじゃないこれ。復学なんてできるの。まずは信用を得られなければ仕方ないだろう。確かに。これは学校側の総意だと強調するのを忘れるなよ。俺が生徒の代表、お前が教師の代表だ。なるほど、学校側の総意分かったよ。でもどうして。力を貸してくれるというのが大きい存在であればあるほど人は安心するものなんだ。その分口を割りやすくなる。いいね。なんか和也と一緒にこのスパイミッション、ドキドキ効果があるわ。それじゃあ行くね。安藤家、いざ突入。ん？誰もいない。門は閉まっているのかな。勝手口に回ってみよう。いや、それはまずくないか。いや、これは正面から堂々と門を調べてみよう。門は閉まっているのかな。開いてる。ほら、勝手口からはちょっとね、泥棒感がより強くなっちゃう。泥棒じゃねえよ。おおおお、お母さんかな。ずいぶん若いけど。あの、すいません、勝手に入ってチャイムを鳴らしたんですけど。
なた、お話しすることは何もありません。本当モブキャラ多いな。私昇恵学院の教員で鈴原と言います。15歳じゃないよ。生徒会長の御堂です。昇恵の？はい。それで今頃何をおっしゃりに来たんですか？安藤君のことでお詫びがしたくて来たんです。お詫び？まさしのことで？はい。安藤君のお母様でいらっしゃいますか？そうです、母の玲子と申します。玲子、安藤玲子。今のお詫びというのは？その説は至らない点が多くてすいませんでした。大変申し訳なく思っています。せめて私たちに安藤君を探させてもらえないでしょうか？まさしを探す？彼にぜひ復学してもらいたいんです。そのために彼を見つけたくて。そうだったんですか。ごめんなさい。私。何？そんなことを言ってくれる人は初めてです。お、本当にありがとうございます。よし、心の隙に入り込めるぞ。これは初めて。主人は放っておけと、二度と名前を口にするなと。あ、そんなこと言ってるの？お父さん、あの子がいなくなって私が警察に届けた時もひどく怒って、醜聞だと言って捜査をやめさせてしまって。なんということを。落ち着け、血を出すなよ。ああ、いけないいけない。うん。けど何なのその父親の態度。私たちが警察に届けてもろくに動いてくんなかったのってそのせいじゃないの？ああ、そっか。それで安藤君の行き先に、安藤家が、安藤パパが動きを止めてたのか。いえ、私には何も思いつかないんです。でもこのお母さんになら全て真実を話してもいい気がするんだけど。私、あの子のこと何も知らない。お姉ちゃんと駆け落ちして探してるっていうの、なんか一緒に協力したいな。あれから連絡とかは？ありません。電話も手紙も。私はもう戻ってこないかもしれません。そんなことないです。悪い方に考えちゃダメです。いいえ、あの子はこの家が嫌いだったんです。主人ともいさかいが絶えなくて。なるほど。どうしてなの？私はあの子のためにと思って、私一人じゃ何もしてあげられないから、あの人と。なのに。いいえ、前の主人の時もそうだった。前の主人？私が悪いんだわ。私がもっとちゃんとしていれば。そう言ってたね、なんか再婚相手のって。落ち着いてください。ゆっくり深呼吸して。こういう時和也本当なんか頼りになるな。どこかにかけましょう。その方がいい。いいえ、大丈夫ですわ。すみません、取り乱してしまって。でももうお話できることは。いえ、こちらこそお忙しいところに押しかけてすみませんでした。後からでも構いません。もし何か思い出したことがあれば教えてください。学園側としても安藤君のために力になれば。いや、和也しっかりしてんな。ええ、でもすみません、もうここにはいらっしゃらないで。主人が知ったら。ああ、まずいのか。わざわざ来ていただいたのに申し訳ないのです。安藤パパが相当ヤバいんだな。わかりました。今日はありがとうございました。それじゃ失礼します。元気出してください。安藤君絶対元気です。必ずここに帰ってきますから。お母さんは信じてあげてください。私も信じてますから。言ってやった。そうね、ありがとう。なるほどね。お父さんが問題あり。そういえば安藤正ってお父さんとは血がつながってないって。なんかいろいろ複雑そうなお家なんだね。お母さんもあんなに疲れて当たり前だけど。
そうだ、いなくなっちゃったんだもんね、息子もね。本当に何も知らないようだな。うん、疲れ切ってたもんね。安藤正が家に隠れているという可能性も考慮していたんだが。名探偵和也、そんなこと考えてたの？ありえないことじゃないだろ。だがあの様子ではそれもなさそうだな。うん、どうしよう、何かわかると思ってたのに。とりあえず帰るぞ。いつまでもここにはいない方がいい。なんで？お父さんが。自分が危険なことをしてるって気づいてないのか。ああ、人間が二人消えた上、お前の両親のこともある。うん、安藤正たちは何か事件に巻き込まれたのかもしれない。いや、本当そうだよね。だとすれば彼らを探しているのは俺たちだけじゃないかもしれない。殺されそうになって身を隠してるってことかな、お姉ちゃんと安藤正史は。え、そんな人殺し、そんな重いテーマなのこれ。いや、でもそうだよな、初っ端から自分の両親二人とも不当に飛び込んで死んでるんだもんな。私とにかくお姉ちゃんを探さなきゃって、そればっかりで。そうだよね、カズヤくん、ほんとすごい、すごい。カズヤくん、すごい。私なんか気づかないこと、ちゃんと考えちゃおう。って、あれ？何してるんだろう？携帯メール？こんな時に誰に打ってるにょん？よし、行くぞ。あ、うん。いや、これ自分一人だったら無理だったね。カズヤがいてくれたおかげで。でも最後の携帯メールは、なんだろう。ただいまー。それじゃ。俺の部屋に来い。え、ちょっとちょっと、俺の部屋ってなんで？ちょっと待って、アロマオイルのお時間ですか？和也くん、帰るなりパソコンなんか使って何をしているんだろう。来週の日曜開けとけ。え、なんで？札幌行きの飛行機の乗客リストに安藤正とお前の姉の名が見つかった。何それ、急に札幌？札幌行きの飛行機の乗客リスト。はあ、9月7日の失踪直後の便だ。応対したスタッフも抑えたが、シフトの関係で来週まで捕まらない。北へ逃げたのか、あの二人。お姉ちゃんたち札幌にいるの？まだわからない。乗客リストに名前があったというだけだ。和也はそんなことまでわかるの？そうなんだ。でもよく飛行機だなんて思いついたね。当然の推理だ。安藤正史たちが家にいないと高飛びしたんだ。考えつく。彼らがもし事件に巻き込まれて逃げる羽目になったなら、国内だぞ、国内にいる。った可能性がある。来たな、来た。それで JMA に。 JMA。 さっき返信が来ていた。すげえ、そんな問い合わせできるんだ、航空会社の JMA。 ああ、あの会社は御堂グループの傘下なんだ。うわ。日本御堂航空、略して JMA。なるほど。国内線での便数はトップだから引っかかる可能性も高かったわけだ。ちょっと和也、有能すぎるぞ。和也くんのとこ航空会社まで経営してたんだ。ところで乗客リストうんぬんって一体いつ問い合わせたの？安藤家を出た時だ。時間はあったろ。すげえ和也、そういえばメールを打ってたあれだったのか。さすが和也。いや、和也、もうカズヤ、カズヤしか言えなくなってきた。俺のさ、あのフォロワーさん、仲良くしている方がいるんだけど、カズヤがムカつくって言ってたんだけど、カズヤムカつくって言ってたけど、見たか、これがカズヤの実力だぞ、これがカズヤの魅力だ、見たか。そして、日が変わり、アイコちゃんじゃないですか、自殺未遂をしたアイコちゃん。お前ビビったぞ。おはようございます。レオくんも一緒に。この二人はだから結局結ばれたってことだよね。ウィーンに行くんだけど、レオくんは二人で登校。先輩がピアノを教えてくれて。おいおいおい、ちょっとちょっと、この二人よかったじゃない、宮島くんもやるね。いえ、そんな、僕も教えるのって楽しいし。レオくんかっこいいよな。先生、この前はごめんなさい、いっぱい迷惑かけちゃって。本当だよ、大変だったよ。でもいいよ、二人を見てると私も嬉しいもん。でも何かお礼したいな。先生、私にできることってない？何でもいいよ。ほう、
別にいいのに。でも待てよ、二人とも安藤正志って人知ってる？あ、この二人に聞く。知りませんけど。レオ君は知らない。私聞いたことあるよ。お、かっこいい先輩だってみんな言ってた。そうだ、ラ・プリンスに選ばれたって言ってたもんね、2年前。でも去年学校辞めちゃったんじゃなかったっけ。そうなの。あ、レオ君のセリフだった。でも先生、どうしてそんなことを聞くんですか。いや、いろいろ噂になってるから私も少し知っておいた方がいいかと思って。だったらトワコ様に聞いてみればいいんじゃないかな。またトワコ。トワコが結構重要人物になってくるのか。そういうことすっごく詳しいんだよ。マジか、大のイケメン好き。有楽院トワコ、わかった、そうしてみるよ。ありがとう。お役に立った。それじゃあ先生、またね。うん、もうあれだよ、失礼します。自殺しようなんて考えるなよ、愛子ちゃんは。レオ君は大変だと思うけど、これからヤンデレ彼女を背負ってヤンデレ彼女のピアノレッスン。いやー、でも有楽院さんで去年は中等部だったよね。安藤正志を知っているかな。まあいいや、聞いてみよう。とわこちゃん知っているのかな。それにしてもあんな笑顔を見てるとこっちまで嬉しくなっちゃうな。よし、今日も一日頑張るぞいと。先生、大変です。先生の生徒たちが集団ボイコットしちゃいました。集団ボイコットとはどういうことだ。なんで、何ね、トワコたちってことかな、もしかして。本当信じられない、最近調子いいと思ってたのに。もうどうしたらいいの。もう嫌だは違うよね。探してやる。こうなったら全員探し出してきっちり話をつけてやるわ。山本先生、どいてろ。情けねえな、山本先生は。トワコたちってことだよね、多分ね。あの、取り巻きたちもみんな、そっか、ボイコットしたってことかな。ん？芝生公園に、あ、芝生広場にいるの、朝聞くんじゃない。何あいつ、のんびり昼寝なんかして。羽倉くらくん、ずいぶんと舐めた真似してくれるじゃないの。なんだってね、怖えぞ。アサキ、怖いのは怒ってるからだよ。クラス全員とボイコットなんて何考えてんの。かっこいい。は？ボイコット？今日は授業休みじゃねえの？え、そんな情報流れてる？何でボケてんの？休みなんかじゃねえよ。だって一宮が知らせに来たんだぜ。一宮って誰だっけ。先生が今日の美術は休校にするって言ってたって。一宮、あ、せいくんか。一宮せいくんだよね。うん、なんでそんなこと。理由は知んねえけど、一宮のやつ予言にレポート提出があるから。せいくんのせいかよ。とわこ、とわこ関連かと思ってたら違うんか。悪いな、あ、授業終わったとは知んなかった。ちょっと、あさきくんが頬をあからめてるってレアじゃない。もういいよ、あさきくんのせいじゃないし。それよりせいくんだね、お尻ペンペンしてやるんだから。もう、あ、おい、騒がしいやつ。うん、せいくん、なんだあいつ、悪いな。悪いやつだな。あ、先生じゃないですか。こんにちは。君はなんだっけ。あ、このメガネのやつはちょっと、なんでこんな揺れてんの、文字が。物理のレポート終わんなくて。本当、自習にしてくれてありがとうございました。自習か。坂巻君、先生に礼を言うのはおかしいぞ。このメガネはちょっと突っかかってきてたんだよね。レポートなんて最初から期限が決まっていることなんだ。事前にやっておけばいいことだろ。ところで先生はわざわざ僕たちの様子を見に来られたんですか。うん、え、まあ、うん、そんなとこ。それじゃあ私行くね、二人とも頑張って。先生ありがとう。本当にレポート大変そう。だからこそセイ君はあんな嘘をついたのかな。おー、いやでも見逃すは違うな。探そう。勝手にこんなことしないよう、ちゃんと言っておかないと。みんなのためを思ってみたいなことなのかな。いた、セイ君。どうしたの。
そんなに息せききって。もう今日もいい声なんだから。どうしたのじゃないよ。あんな嘘ついてどういうつもり。あれ、君のためを思ってしたことなんだけどな。お、私のため？なんでよ。みんな話のわかる先生だって喜んでいたよ。ああ、かなり株が上がった。みんなレポートで忙しいからってこと？そういうこと？心からの好意だったんだけど。ナイスアシストになったってことか。それは、そういう、そういうことならどうなんだろうな。でも先生として勝手にそんなこと言うのは違う気がするんだよ。そんなことを言われちゃうってのは、ここはごめん、セイ君怒るわ。それとこれとは別。ちゃんと怒んないと。確かにみんなには喜ばれたけど、そういう問題じゃない。二度と授業妨害はやめてよね。分かった？分かったよ。うわ、怒ってる。セイ君怒ってんじゃん。で、どうする？僕は反省文でも書いてればいい。お尻ペンペンだよ、もう。私の乙女棒でヒーヒー言わしてやるんだから。反省文というよりは何させちゃうの？というわけで、一宮君には罰としてこの学園教室の掃除をさせることにしました。話は分かったけど、反省文だけでもいいんじゃない？いやー、ダメでしょう。反省文で済ませるにはどの過ぎたいたずらです。一宮君には十分反省してもらいたい。処分するのは一宮君だけ？他の生徒は彼に担がれただけですから。そうでなくても彼らは難しい物理のレポートを苦しんでるみたいですし。先生、そのレポートには僕も苦しんでるんだけど。あなたは別、レポートも掃除も頑張って。はいはい。いや、でもこれしっかり先生してんな。ところで授業の方は大丈夫なの？はい、ちゃんと間に合わせます。よかった、だったらいいの。じゃあ一宮君、掃除の方お願いね。はーい。それにしても学園のアイドルともいえる一宮君をこんな風に処分するなんて。どう、先生と分かったんじゃない？これは正直そういう先生は珍しいの。ちょっと驚いたよ。この学園長の口調がいいんだよね。なんとかなの珍しいの。お目に預かって光栄なの。それじゃあ一宮君、しっかりね。分かってますよ先生。ちょっとは聞いたかな。私だっていつもいつもやられっぱなしじゃないんだから。おお。あ、ちょっとパラメーター確認してみようか。ん？ 12 時お昼、もう昼休み。ちょっとパラメーターを。おお、結構上がってる。すごいね。今のでガッと上がったのかもしんない。横の私の上にある緑のゲージです。ティーチャーポイント。へえ。あと何気にやっぱカズヤのラブ度も上がってる。嬉しいな。へえ。ラブ度はまあみんなは低いけど、信頼度がそこそこ高いってのは、あ、これいいかも結構うまい具合にできているかも。で、昼休み、早く遊楽院さんを探して安藤正史の話を聞かなくちゃ。どこにいるのかな。知ってっかな、安藤のこと。いたいた、遊楽院さん。男の子と一緒だ。何やってるんだろう。わ、プレゼント。ダー子様は学園のお姫様ですもの。マジか、モテモテなのか。慕う生徒は男女とも数知れず。男女とも。貢ぎ物なんていつものことですわこの二人の取り巻きいいよなあ、トワコ様、お疲れ様でした。トワコちゃんモテモテなんだ。今日は少なめでしたね。教室にお運びしておきます。いや、俺トワコちゃんより京香ちゃんの方が好きなんだけどな京香ちゃんタイプだけどな。お願いね。あら、トワコさん、あなたに聞きたいことがあるのよ。遊楽院さんすごいね。いつもそんな風にプレゼントもらってるの？優れたものが敬われるのは当然のこと。ありがたくいただいておりますわ。なるほどところで何ですの？
そんなことを言いに来たんじゃいいキャラしてんな、とわこ。俺お嬢様キャラってでもなんだかんだで好きで、やっぱあのみちるさんスイートレガシーのみちるさんもそうだったけど、お嬢様キャラいいよな。折れた時が好きなのよ、お嬢様キャラが。この高いプライドが、あ、ちょっと私忙しいの。プライドを折りたい、とわこをへし折ってやりたいわ。とわこ様を何だと思っているの。来やすいにも程がありますわ。うん、そこをなんとかつべこべ言わない。いや下はちょっと違うな。あ、泣きながらつべこ、いやそこをなんとか、そこをなんとか、うん、笑顔は違う、泣く、泣き演技、苦笑い、困り顔、あ、困り顔でいいかもな。困り顔でそこをなんとか。どうよ、他に頼める人がいないんだよ。クエスチョン。まあそこまでおっしゃるのなら聞いて差し上げるわ。マジで？それで何ですの？手短に済ませてくださいな。安藤正志って人について知りたいの。いろいろ騒ぎになったみたいだし、私も教師として少しは知っておかないとと思って。それだけの理由では気が進みません。なんだよそれ、理由が必要。口にできるお話ではありませんもの。あ、でもってことはなんか知ってんだな。へえ、意外とまともなんだね。そんなにまずいこと。下は違うな、意外とまとも。え、上も違う、意外とまとも。いや、そんなにまずいことで引っ掛けるか、ちょっと。そんなにまずいこと、いや、そんなにまずい、いや、どういうニュアンスなんだこれ、そんなにまずいことって。そんなにまずいこと、うんうん、ちょっとログ見ていいですか。軽々しく口にできるお話ではありませんもの。これってそんなにまずいこと、ん、口にするのはそんなにまずいこと。下行ってみるか。あ、違った違った、しまった。そんなにまずいことなの。当たり前でしょ。やべ、あなたそんなこともお分かりにならないの。ここ大事っぽいのにミスった。とにかくそんな用事でしたら、あーやばい、私は失礼。情報を、うわ、やり直して。今の私も失礼させ、セーブしときゃよかった。ひょっとして何も知らないんじゃない。え、図星？なんですって？あら、図星じゃない？だって有楽院さんって去年は中等部に通ってたんでしょ。高等部に通う安藤正志のことなんて何も知らないんじゃない？ああ、なんだかな。煽る。あ、かわいい。知らないからって私をバカにするなんて、有楽院さんって結構品のない人なんだね。言ってやったよ、煽っていくスタイル。まあ、とわこ様になんて失礼なことをおっしゃるの。うん、ごめん、口が滑っちゃった。今のは忘れてくださいな。それじゃあ私行くね。お待ちなさい。ほら、引っかかった。こういうのなんで、こういうとこが好きなのよ。ちょっと一歩踏み間違えるだけでおバカキャラになるお嬢様キャラっていうのはすごくいい。聞き捨てなりませんわね。このポージングもいい。あなたの位置などと思われるのは侵害ですわ。扱いやすいキャラだぜ、まったく。とわちゃん、いいでしょう、話して差し上げますわ。何でもお聞きなさい。はい、やった。あ、でも言うても、そっか、1年生なら同い年か。あ、そうだよね、夏美、そうだよな、夏美もいるんだし同い年だよな。とわちゃん、じゃあ聞くけど、彼なんで失踪なんかしたの？何か悩みでもあったのかな。真実は私も存じませんけど。はい。安藤様は特別な方でしたもの。凡人にはわからない、どんな理由があっても不思議ではありませんわ。いやいや、何の情報もないなそれ。特別？御堂様や松川様や羽倉様や聖様と同じ、うん、選ばれた人間ということですわ。ラプリンスってことね。一学年の時こそラプリンスの座を惜しくも逃しましたけれど、
得票そのものは全学年でトップ。マジか、すごいなそれ。2学年の時にはあの御堂様と並んで見事ラプリンスの栄誉を受けられましたの。お前めっちゃ詳しいな。ほんとイケメン好きだな。武芸に秀で、要望もスタイルも抜群、まさに貴公子と呼ばれるにふさわしいお方ですわ。貴公子、あの方に釣り合うのは私くらいのものです。何言ってんだこの子は。詳しいんだね、随分。当然ですわ。私にふさわしい殿方は全てチェックしていますもの。ほう、そうですわ。十和子様を侮らないでいただきたいわ。取り巻きお前らはそれでいいのか。あ、そう。じゃあ安藤君に彼女がいたかどうかってことはわかる？お、まさか安藤様に釣り合う女子がそうそういるものですか。彼女はいない。身の程知らずなものは多かったみたいですけれど。そうそう、去年の夏にも彼につきまとっている女が一人いましたわね。おっと、彼につきまとっている女。私も覚えていますわ。でもそういえばあの時期以降見かけていませんわね。これ大事、重要なファクターじゃない。小径の制服を着ていたけれど。え、小径？転校していった生徒でも卒業した生徒でもないし。小径の制服？あら？あれは一体どこのどなただったのかしら。去年の夏、それってどんな人？彼女たちから覚えている限りの女性の要望を聞き出して、私はびっくりした。顔立ちも髪型も背の高さもあまりにもなえお姉ちゃんとそっくりだった。おー、お姉ちゃんも小径に潜入していた。どういうことだ、安藤正史と一緒に。そういえばあなたに似ている女性でしたわ。ほう、顔立ちは悪くない。もう確定じゃん。じゃあ庶民の香りがプンプンする女性でした、ね、庶民の香りがプンプン、確定だわ。そうそう、とてもこの小径学園に入れるとは思えないくらい。お姉ちゃん何してたんだ。あまりに品がなくて貧乏臭くて地味だったので。お前めっちゃ言うな。覚えていますか。取り巻き、おい失礼だな、そんなことあんたたちに言われる筋合いないよ。切れちゃった、麦ちゃんが切れちゃった。あなた何をおっしゃってるんですの。ああ、いや、とにかく人の悪口は良くない。今に顔にが歪んできちゃうから。ともあり、いろいろ教えてくれてありがとう、助かったよ。それじゃあお姉ちゃんがここに一体どうして。去年の夏、小径の制服を着てここに潜り込んでいた。なるほど、ちょっとまた重要なことが聞けたな。へえ。で、安藤君につきまとっていたと。どういうことなんだろうね。いや、これミステリーものとして面白いわ。いろんなジャンル入ってんな、このゲーム。お姉ちゃん、小径学院に潜り込んでまで何がしたかったんだろう。はあ、さっぱりわかんない。お前かよ。大変でしたね。山本先生。授業をボイコットされるなんて。まあ、仕方ないですよ。それにもう気にしてないですし。先生、英次郎先生に会いたいな。なんて、え、山本先生はどうかしましたか。なんて立派な言葉なんだ。あなたこそ教師の鏡です。僕は感動しました。嫌いにはなれないな、でも。このキャラ、山本先生、そんな大げさな。やはりあなたは素晴らしい人だ。教師としてだけじゃない、人間として。お前それ15歳の少女に言ってるってだ。どうなんだろう。あなたのような女性を探し求めていたんです。え、ちょっと惚れられちゃうこれ。必ず山本先生ルートか。心優しくて明るくて気立てのいい、そう、まさにあなたのような人。おいおいおい、あなたこそ僕のソウルメイトだ。何言ってたお前、ソウルメイト。魂と魂で固く結ばれたこの世でただ一人の人生のパートナーのことです。おう、僕には分かるんです。
運命で結ばれているんですよ。引いちゃう引いちゃう。山本先生ドン引きだよ。何言ってるんですか一体。いつか先生にも分かる日が来ます。体育教師の今日という日は男の人が一生の記念になる。号泣しながら15歳の少女にソウルメイト言うとる。ドン引きだよ先生。今日から僕とあなたはソウルメイト、魂の友です。忘れないでくださいね。じゃあまた明日。でも恋愛感情とはまたでも違うのか。ソウルメイトって違うっぽいな。はあ、勢いがすごい。勢いが今のいる。山本先生パートいる。今日の山本先生にはびっくりした。ただでさえ考えることがいっぱいあるのに何なのソウルメイトって。お茶でも入れよう。あ、家政婦パートかもしかして。ん、うるせえ、俺に命令すんじゃねえよ。また喧嘩してる。何、怒鳴ればわがままが通ると思ってるのかい。伊織様と、ね、伊織様と朝希くん、なんだと。ちょっと何やってるの。出たくねえっつっただろ。勝手な気回すんじゃねえよ。何に、何に出るの。その考え方が子供だと言っているんだ。いつも電話を切らされている僕の気持ちなんて考えたことないんだ。電話に出たくねえってこと。そもそも君がちゃんと実家と話していれば。お家からね、こんな問題は起きない。違うかい。け、人のこと言えんのかよてめえだって。羽倉、それ以上言うと松川さん怒るよ。おいおい、ちょっとまずいなこれ。この空気は。怒る、彼を相手に。まさか。いや、伊織様かっこいい。伊織様のこのなんだろう、圧倒的強者。相手を対等だと思っていない限り生まれ得ない感情だよ。うん、てめえ。おっと、これどっちがいいんだ。朝希くんやめて、伊織くん危ない、ほっとこ。いやいや、ほっとこは違う。いや、伊織くん危ない。いや、今日ちょっと朝希くん止めよう。朝希くんやめて。お、カットイン。朝希くんやめて。どけ、出たくんじゃねえ。どかないよ、喧嘩なんか絶対ダメ。どうなんだこの選択。おや、どうしたの。彼女の言うことだったら素直に聞けるの。伊織様も煽るな。てめえ、本当仲悪いな。伊織くんも朝希くんを挑発するようなこと言わないで。どうしてこんなことになったの。朝希くん、放っておくといい。それよりこんなところに飛び出すなんて危ないね。狂犬の前にね。伊織くん、どうして喧嘩なんてしちゃったの。話すほどのことじゃないよ。君は気にしなくていい。だから実家となんかあるんだよね彼。部屋に戻ろう。朝希くんね、騒がしくしてしまってすまなかったね。その関係でここにいるってことだもんね、きっとね。ほう、いやしかし伊織様強いな。やっぱさすが一番年上のだけあって。君が入ってくれて羽倉助かったね。松川さんは案外強いから。お、やっぱそうなんだ。セイ君、喧嘩の原因知ってる。羽倉の家から電話がかかってきたのを松川さんが取ったんだ。うん、でも羽倉は出たがらなくて、それでああなった。うん、それだけであんな喧嘩に。一度や二度のことじゃないんだ。いつも松川さんが電話切らされてるからね。なるほど。でもまあそのうちになれるよ。なれることなのかな。朝希くんの実家問題っていうのがね、ちょくちょく。それから私は朝希くんの部屋を訪ねたんだけど、いくらノックしても返事はなかった。部屋の中で泣いてんのかな一人で。朝希くんかわいそうに。泣いてる朝希くんみたいな。
家の中は浸透していて、それがすごく寂しかった。みんな気にしてないみたいだけど、本当にいいのかな。和也は部屋にいんのかな。6月17日今何曜日なんだろう。日曜日に和也と札幌行くっていう約束をしたから、どうなんだろうな。いくら心配事があっても授業をしなくちゃいけないのが教師ってやつ。今日はみんないる？みんなおはよう。このクラスは今日が1学期で最後の美術の授業になります。もうそんな時期？課題の提出は今日だけど。ん？あ、お前か。今お前してる。出たよ、こいつ厄介だよな。よ、でも九条陸がいるってことは和也のクラスだ。ほんと気を緩める暇もありゃしないわ。九条くん、電話を切りなさい。ん？平気平気、気のせいだって。気のせいってなんだよ。おい、体に教えてやる。体に教えてやりてえな、乙女の力をな。体に教えてやるってでもどういうことなんだろう。ぶったたくってことかな。実力行使は何？電話を奪って切るみたいなこと？どっちもどっちな気がするんだけど。でもここは実力行使の方がまだいいか。暴力は違うよな。実力行使。九条くん？うん。おい、何すんだよ。お、なんだ？電話の向こうのあんた、どこの誰かも知らないけどね、よく聞きなさい。平日の真っ昼間に学生に電話してくるんじゃないわよ。分かった。なるほどね、実力行使ってこういうことか。てね、電話の相手にね、電話してくんだと。さっさと切らないからだよ。人をバカにすんのも限度があるっての。ここは学校、今授業中でかい図体して、そんなことも分かんないの？そんな尖った顎して。生意気な女だな。文句があるなら泥水の飲み比べでもする。私は受けて立つよ。受けて立つんかい。受けて立っちゃった。今度は分かってもらえた。ほら、みんな休みしない。あ、どうだろう、今のでまた先生パート上がったかな。ん、先生メーター。おー、いやー、個性的な生徒が多いな、象形。はい、終わり。できた人は私に提出して、終わらなかった人は来週の月曜まで待つからちゃんと出してね。これ、和也もいたんだよね。ほらよ。あ、九条くん、ちゃんと書いた？はい、九条くん、よくできたわね。素直じゃん。九条くん、素直じゃん。なんかそれが、この素直さがね、先生にはちゃんと叱られたら従うっていう素直さが年相応でいい。先生。お、和也。何これ。え、何この花束。お、生徒一同からの歓迎の印です。おい、歓迎の印。初めこそ本当に正規の美術教師なのかと疑わしい面も多々ありましたが、ぎくり、今日の授業を見て僕たちはようやく確信しました。はい、先生は能力よりむしろ人間性を評価されてこの学園にやってきたのですね。我々はあなたを歓迎します、うん、ようこそ象形学園へ。おお、ここで初めて。この顔絶対楽しんでる。いや、ここは遠慮なくいただくわ。お、にっこり笑顔がいいよね。うん、遠慮なくいただくわ。ありがとう、ミドウくん。やるじゃないか、さっきの見物だったぜ。お、一言だと思って。いいね、いいね。いや、これは和也的にも、そして先生的にも上がったような気がするよ。ちょっと見ていい？あんま変わってねえや。あ、いや、でもやっぱちょっと緑のが上がったような気もするな。うん。って感じで花束なんてもらっちゃったの。夏美かな。まったく和也くんって私のことを鼻からバカにしてるよ。ほんと頭にくる。夏美。でもそれフォローじゃないかと思うな。確かにフォローにはなってる。あの緑和也が花束を渡した教師とか言ったら、うん、生徒だって一目置いてくれるでしょ。それはそうだけど、
御堂さんなりの優しさだと思うよ、私は。なるほど。優しさだとしたら随分と歪んでいるような。先生、お客様がお待ちです。お？繰り返します。先生、お客様がお待ちです。アナウンスで呼び出されてる。お客様？誰だろう、お客さんなんて。ごめん、ちょっと行ってみる。誰だ。先生。そうですね。誰、うわ、かっこいい。うわ、来たな。池おじが来たか。誰。はい、そうですけど。行方不明のお姉さんを探しているそうですね。おっと、確認させていただきたいのですが、お姉さんのお名前は。誰だ、あんた。何ですか、いきなり。あんた誰。これは重要なことなんです。デカか。何と言うんですか。デカじゃねえの。鈴原なえ。やっぱり間違いない。それで失踪の原因に心当たりは。そんなのこっちが知りたい。ではなえさんと共に消息を絶った安藤正史という男については。彼女とはどんな関係だったんですか。それもこっちが知りたい。知らないよ。なえさんからこの学園の理事長桜木英生について何か聞いたことは。理事長について。何それ。やっぱ理事長絡み、学校絡みで何か。それよりね、あなた何者なの。人に質問する前に自己紹介ぐらいしたらどう。俺はこういうものだ。日本新論の仙道明、雑誌の記者。記者か。デカではないのか、記者。俺は今桜木大生を追っている。ほう。彼の悪事は暴くためだ。理事長の悪事。理事長のお父さんですよね。桜木大生。桜木大生は理事長のお父さんか。ああ、なるほど。政治家だっていう。そうだ。君は事件に深く関わる人物だから話してやろう。何。桜木大生。こいつ本当かっこいいな。慈善事業や福祉活動に力を入れ、親子ともにこんな名門校の理事長を務めて名声を得ているが、やつはとんでもない悪人だ。なんと悪人。地元の一名士に過ぎなかったのが、戦後の混乱に乗じ裏社会とつるんで暗黒街を牛耳り、30代で政界に乗り出し議席を獲得。今やでっけえ話になってきたな。放送界にまで強い影響を及ぼす大物だ。とんでもない大物だが、その裏ではどんな非合法行為も辞さない。マジか。奴のために泣かされた人間が一体どれほどいることか。裏社会のドンみたいなやつなんだ。その人がどうして政治家なんてやっていられるの。証拠がないからだ。警察も官憲も奴の手先だ。おお。だが俺は必ず奴の尻尾を掴んでみせる。いや。そのために安藤正史。お前消されるよ絶対。そんなの追ってたら消されちゃうよ。でもなんでそこで安藤正史が。彼は大勢とつながりがある。え、俺の推論だが間違いない。おそらく大勢の悪事に加担していたんだろう。加担していた。だが裏切ろうとした。そして失敗して逃げることになった。なんでそんなことがわかるの。電話があったんだ、正史本人から。マジか。9月7日の早朝、でかいネタがあるからこれから社に行くと。だが正史は来なかった。それきり行方知れずだ。君のお姉さんと一緒に。いやー、ちょっとずつ見えてきたね。ただそのお姉ちゃんの関係が謎なんだよな。正史は
どうしようもないチンピラだった。チンピラなの？チンピラ？初めて会った時も夜中の歓楽街で市民を認知かけた。とんでもねえ、とんでもねえやつじゃねえかよ。歓楽街でリンチ？え、なんかイケメン想像してたけど。わ、強え。だが強えな、あんた。9月7日のあの電話の声、チンピラだったんかい。真剣だった。俺はそれ以来奴を探している。チンピラが裏社会のドンに、そして奴の家を見張って君を見たんだ。追われていると。一昨日の日曜日、ああ日曜日に、なるほど、そっか、見られてたのか。もし何か分かったら俺のところに連絡してくれ。彼らだけでなく桜木衛星についても。桜木衛星、理事長についても。桜木衛星は大勢の右腕だ。若い頃から切れ者と評判だった。へえ、さぞこの桜木親子が相当やべえんだな。発揮してきたんだろう、今もだ。実際彼が理事長に就任して以降、ここ何年かの大勢へ流れ込む金の動きが激しい。いや、こんな国を揺るがす流れの話になっていくとは思わなかった。こんなでけえ話なんだこれ。彼らがこの学園を隠れ蓑にして闇資金を調達していると踏んでいる。闇資金、とにかくどんな些細なことでも構わない。気づいた点があったら教えてくれ。想像以上に危ない話だな。ネタがでかすぎるよ。消されるってこれ、闇社会のトップと相手に。へえ、すごい盛り上がってきた。安藤正志が悪徳政治家とつるんでいて裏切って逃げた。本当かな。そりゃ何か危ないことに巻き込まれてたららしいって話はあったけど、でもなんでそこでお姉ちゃん、お姉ちゃんチンピラ好き、オラオラ系好きなの？あ、来たよチンピラ。家の前にチンピラ出たよ。ねえだろうが。え、あー、朝木くんお帰り。今日は早くない？マリーがよ。全然。ってことは家でご飯食べてくれる？まあ、たまにはな。お、朝木くんが出れ始めた？そういえば今日は誰からも夕飯いらないって聞いてない。珍しく全員揃うってこと？よし。頑張って納豆ご飯作るよ。卵も入れちゃうんだから。今夜ごちそうだから楽しみにしててね。卵納豆ご飯にしちゃうからね。悩むなんて私らしくない。こういう時こそ美味しいものをいっぱい食べて力をつけなくちゃ。そんな、よく明るく能天気でいられるな、この主人公は。ほんとその突き抜けた明るさが、え、ついてってやろうか。お前なんだ、どうした。急に、お前なんでそんな出れてんの。え、なんで。いや、ラブ度は低いよな。なんでそんな出れてんの、朝木くん。俺暇だし、荷物くらい持ってやるよ。おお、え、じゃあ頼るか。なんか怪しいな。本当？なんだろう、朝木くんからそんなことを言ってくれるなんて珍しい、珍しすぎる。どういう心境の変化。いいだろう、別に。昨日朝木くんをかばったからか。ちょっと待ってろよ、着替えてくるから。ああ、うん、そうね、着替えた方がいいよ、その格好クソダサいから。アメリカンポリスみたいだから。荷物持ってやるとは言ったけど、こんなに買うか。普通言うても私服もなかなかだしな。ごめん、みんなが揃って食事できるかと思うとつい。でもなんか信じられない、朝木くんが買い物を手伝ってくれるなんて。初めて会った時すごい不安そうだったじゃない。女話しかけんなって言ってたね。昔のおめえは尖ってたな。お前変わっちまったな。女って、女を知って変わっちまったな、朝木よ。勝手なこと言って思い通りにならないと泣く。俺の周りの女はそんなんばっかだ。うん、まあお前は。ちょっとだから、なんでそんな出れてんのお前。どうした、ちょろすぎね。ちょろい、朝木がちょろい。ソウルメイトや。もう朝木がソウルメイトになってしまった。なんでもいいから早くしろよ。
慣れないことして腹減っちまったぜ。ありがとう、助かった。へえ、予想外すぎるイベントだったな。カズヤと一緒に行きたかったんだけどな。ここでオリーブ油を入れてと、いい匂い。ん？ねえ、いい加減にした方がいいんじゃないかな。セイ君、そこまで君に言われたくないけど。あれ、またイオリ様が揉めてる。セイ君とイオリ君の声だ、どうしたんだろう。見に行こう。なんか連日喧嘩してんな。松川さんって女の子に対して壁を作るよね。壁を作ってる。ああでもまあ、君がそんなことを言ってくるとはね。珍しいじゃないか。なんで急に。そう、前から気になっていたんだよ、つついたらどうなるのかなって。人の心に踏み込むような真似は感心できないね。毎日誰かしら喧嘩してんな、この家。一体どうしたの。今日ちょっとね、松川さんに振られたって子が僕に泣きついてきてさ。その件は確かに迷惑をかけた。すまなかったよ、僕が相手を見誤ったようだ。見誤った。冷たい言い方。松川さんって女の子にひどい目に遭わされたことがあるんじゃないの。え、そうなの。今日は随分と口数が多いね。いつもはまともに他人と関われない君なの。煽る、いおり様の煽りは効くぜ。嫌味の応酬ってことは図星なんだ。しかし強い、セイ君。まるで怯えてるみたいだものね。セイ君完全いおり様を論破したね。これは論破。いや、あなたが深入りするのかな。論破王セイ君。セイ、ごめんね。お何、ちょっと伊織君、ダメだよ、話してあげて。何してんの。やっぱり歌舞伎役者って暴力、暴力か。元だけど、あなたは恐ろしい人だよ。優しい仮面の下に何を隠してるか分かったもんじゃない。ちょっと、失うものがない人間は怖いね。君のように失うことを恐れるばかりの人間になりたくないだけさ。お前ら揉めんな、そんなに。ちょっとセイ君、イオリ君、もうやめてよ。もう知らない、いい加減にして。怒っちゃおう、ここはいい加減にして。仲良くしろとは言わないよ。でもなんで普通にできないわけ。そんなに嫌いなら最初から一緒に住まなきゃいいじゃん。何騒いでんだよ。あ、出れ始めたチョロアサキくん。な、チョロクラくん、どうしたんだお前。もう知らない、バカみたい。あ、おい、麦ちゃんブチギレですよ、これは。この家も大変だな。誰。俺だ、アサキ。アサキくんが優しい。アサキくんめちゃくちゃ優しいやん、もう。ちょっといいか。うん。何何。悪かったな、迷惑ばっかって。お前どうしたんだよ。どうしたの。俺もだけど、お前が怒んの無理ねえよな。悪い。ちょれーよ。別に今回の朝輝くんのせいじゃないし。でも世話焼かせてんのは一緒だし。朝輝くん、もう嫌になったんじゃねえか、こんなとこ。ん、全くだよ、そんなことない。うん、和也もいるし、朝輝くんもいるから。あ、泣きながら、そんなことないけど。笑顔はちょっと違う。あ、でも笑顔でいいんじゃない。そんなことないよ。うん、本当か。うん、
でもどうしてこう仲が悪いわけ？悪い。だいたい友達でもないならどうして一緒にソウルメイトになってるの？松川さんは俺が来た時にはもういたから詳しいことは知らねえ。うん、フル株なんだな。一宮のやつは半年ぐらい前からだ。理由は聞いたことねえよ。みんなそれぞれあるんだろうな。なんか事情が。朝木くんは？まあ言わんでもわかるけど実家のことだろ。どうでもいいだろ。家出みたいなもんなんだろ。なんで教えたくない理由なの？どうだっていいじゃん。怒ってねえなら俺もう寝るから。朝木くん可愛いな。なんか朝木くんルートにも行きたくなってきた。じゃあな。このチョロさはすごくいい。一番心開いてくれなさそうだったのに。みんないろいろ事情があるみたいだな。いや、こうなるといおり様が一番厄介な気がすんな。でも朝木くん、私のこのと気にかけてくれたんだ。気にしてくれたんだね。朝木くんが完全に出れ始めた。あ、こっから家政婦パートね。セーブしとくか。あー、つってももういい時間か。じゃあ家政婦パートだけ頑張って今回は終わっていこうかな。ここでいいか。はい。これさ、今まだ第2話なんだけど第何話まであんのかな。第2話異様に長いな。でも安藤のことがすごい見えてきた。そのだからなんだっけ、桜木親子の裏社会のことだったり、そういうところが気になってはいるんだけど、うん、洗濯部屋とピアノ、洗面所、ダイニング。よし、じゃあ洗濯部屋を優先。あとやっぱ和也の矢探しだな。矢探ししたいな。あ、洗濯部屋今誰もいない。行っとこう。これはちゃんとやっといた方がいいよな。洗濯部屋洗濯しよう。くんかしちゃおうよ。和也のワイシャツ油で洗う、嫌がらせだな。あ、ワイシャツを油で洗う、水洗い、うん、汚れはどうやって落とすか。漂白剤でいいんじゃない。それでも落ちない襟の汚れは？あー、重曹で洗う。見ないふりっていいな。見ないふり。脱水は？しっかりと。あ？違うの？あんだよ、マジか。10分もかけたのに違うのか。アイロンかける。畳んで？え？ワイシャツって畳んだ方がいい？畳み方にもよるよね。でも畳むか。これで終了。あー、一個間違えちったな。本当に自身の家政婦力が問われるんだよね。ダイニングでなんか食器の片付けって言われてたね。うんうん、掃除しよう。油だらけのお皿、これ前回もあったっけ。新聞紙で拭く。うん、これ面白いよな。コーヒーのカス、あ、前回あったねこれね。コーヒー使うんだって。コーヒーのカスってでも何、コーヒー豆ってことだよね。コーヒー豆が洗剤代わりになるの。謎だな。シンクはたわしで。あら、あ、ごめん、スポンジか。ごめん、スポンジだった。あ、ここは小刻みに。ハートマークついてる小刻みにはいやらしすぎるよ。そういうプレイじゃん、もう。小刻みプレイじゃん。家政婦小刻みものじゃん。何そのジャンル。あ、ちょっと待って。行っちゃおうか。レッツ矢探し。あれ？人の気配。あら？なんだ？和也くん？誰もいない。
待って、いや人の気配がしたってことは今家探しするのまずくない？どうしよう。いやそういうヒントだと思うんだよね、誰かが来ちゃうっていう。ごめんちょっとここはパスするわ、やめとくやめとく、誰かに見られたら大変。いや絶対今の危ないってことだよね。いや今はお使い帳を埋めよう。ユーリ様はピアノ室か、わかった、ピアノ、ほい。煙幕花火すごいもの手に入れた。ピアノ室に花火が落ちてる。いやでもこれは使えるね、矢探しで。そうね、相手を巻くときに使えるわ、煙幕で巻くっていうどんな大事になるわ、より大事になるわ。いやでもそれこそ自分もこれから安藤正史裏社会を相手にやっていこうっていうわけだから、必要必要、煙幕の一つや一つぐらいは。うん、はい、空向き、床に掃除機を木目に沿って、よし完璧、埃が溜まってる、無視ちょっと10分かかっちゃうからさ。米のとぎ汁、米のとぎ汁ってほんとすごい使えるね。閉めておく、よしバッチリ。和也くんがさ部屋にいたらまたあのアロマをやりたいんだよね。いない、いないな。ちなみに、あ間違えた、情報じゃない、情報じゃなくてお使い帳、あと1個なんだっけ、セイくんかな、あ違う違う違う、アサキくんか、2階の洗面所、うん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 、あでも今2階の洗面所誰かいるな、誰かお風呂入ってる、覗きに行ってもいいんだけど、いや今のうちに矢探しだ好きあらば矢探し、あすんなり来れたよ、チャーンス大丈夫、煙幕持ってるからこのイラスト初めて見た、どうしよう矢探ししちゃう、乙女たもの、乙女は矢探しするものなのよ、何にもない、あ失敗か、何も見つけられなかった。これ絶対ランダムだよね、何パーセントぐらいなんだろう。じゃあどっかに和也がいないかな、ピアノルームにでも行ってみるか、いない、あセイ君、いやそうそうちょっと君にお願いしたいことがあるんだ。何？僕が作ったフレーズに塩つけてほしい。マジ？作詞麦ちゃん？いいよ。さっきから考えているんだけど、なかなかいいのが思い浮かばなくて。うん。お願い、力を貸して。作詞か。面白そう。これもしかしてまたミニゲームかな？どんな風にすればいいのか教えてくれる？まず最初に。どうしたの？説明するのめんどくさい？習うようになれよってことで、とりあえずやってみて。そんな。え、どういう感じ？あー、歌詞をつける。へー、面白そう。それじゃあ、歌詞をつけてくれる曲を選んでよ。歌詞をつけてくれる曲？なに？おぉ？ワルツ、季節、悲劇、愛。いや、ここはラブでしょう。ラブソング作ろうよ。あ、流れてる。この曲に詞をつけろって？え、難しい。日常は？あ、これ明るくていいじゃん。トゥトゥー、ツッテトゥー、ツッテトゥー、ツッテ。おぉ、ワルツ。
カノンっぽい。あ、悲劇のイメージもいいな。でもちょっとピンときたのは日常のイメージかな。乙女乙女乙女坊でイケメンをって感じでしょ。なんだそりゃ。日常のイメージでいこうよ。その曲でいいんだね。うん、これでいい。え、それじゃあ歌詞をつけてくれる？歌詞をつける。昨日の昼、え、昨日の昼みたいなこと？今日の昼、今日の朝。やっぱ朝から始まるのがいいな。日常の曲なら今日の朝。今日の朝か。うん。相変わらず眠かったな。あ、これで一段ずつ曲歌詞をつけてくんだ。面白いなこれ。どうする？今日の朝、この家の屋上で、この家の地下室、このピアノルームで。あ、ピアノルームがいいな。このピアノルームで。なんともコメントしづらいな。いや、この後この後悪くもない、この後よ。このピアノルームで煙幕を拾ったよ。煙幕落ちてたよ。どうする？それが私たちのソウルメイト。本人、名前出すの？名前を出すの？じゃあカズヤにしようか。ミッドカズヤが。すごく変なんだけど。これでいい。今日の朝このピアノルームでミドカズヤが。この後はどうする？お、綺麗な女性と男友達とヒロインの君と。あ、ヒロインの君と、これ私ってことでいいのか しら、私ってことで。ヒロインの君と。なんともコメントしづらいな。めっちゃセイ君からダメ出しされてるんだけど。よくも悪くもない感じだね。うん、この後はどうする？ヒロインの君とまったりしていたがいいんじゃない？まったりしていた。なんか変じゃない？君に気にならない？変だよ。変だけどそれしか選択肢がないんだもん。この後はどうする？まだあんの？え？唇とガラス製、真面目な顔をして腹に一物。一物じゃねえや。一物かな。一物だわ。一物抱えた、まあ、ちょっといい御堂和也の一物が。この後はどうする？一物を、え、嘘をつきながら指を重ねて一物を。うん、変な歌だ、ね、ずっとセイクにダメ出しされてる。いいけどさ、指を重ねながら一物をどうするか。この後はどうする？うん、ラストだねこれね。愛をささやいた。一物で愛をささやくでしょうこれは。あ、でもピアノルームで始まったから音に包まれる。うん、ミュージックバー一物、これでいこう。すごく変じゃない？いや、いいと思うよ、このミュージックペニス、この線。いや、いい曲になった。ちょっと振り返りたいな。それじゃあ歌ってみようか。これセイ君歌ってくれんの？え日常のイメージ、作詞津原麦。うわ、すげえ、歌ってる。このピアノルームですげえ。二度和也がヒロインの君と、すげえ、たりしていた、腹に一物抱えて。一物つっちゃった。指を重ねながら音に包まれたのさ。おお、すげえ、すげえ、何これ、出来上がり。なんだ、セイ君がこんな風に歌ってくれるんだ。このミニゲームめっちゃ面白いね。もっとちゃんとやればよかった。もっとちゃんとした曲にしたかった。これはすごいな。
ここまでわけのわからない歌にすると、うん、凡人にはわけわかんない曲になっちゃった。ごめん、こんなにちゃんと歌ってくれるとは思わなかったから。君のセンスに乾杯だね。これセイ君ファンにはたまんないよな。バカにしてる。これ面白かった。うん、一物抱えて音に包まれただけになっちゃったけど。で、朝木くんはカレー作るやつでしょ、ミニゲームって。あと、いおり様だけやってないな、ミニゲーム。ちょっと、やりてえな。ミニゲーム面白いな。へぇー。なるほど。あ、カズヤが部屋にいる。ちょっと待って、アロマタイムじゃないこれ。アロマリベンジできるかな。あ、いる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 。ちょっと前回は勝手がわからなくてちゃんとできなかったからさ。お前にやってもらわないといけないことがあるんだ。学園に提出するための運営状を書いておけ。内容は適当でいい。本当のことを書いたら即行クビだ。今日の仕事が終わる頃俺の部屋まで取りに、お前の部屋まで取りに行く。その時までに用意しておけ。あー、じゃあ11時前に。え、真面目に書くよ。うんうん、11時前、仕事が終わる頃私の部屋に戻っていればいい。多分自分で部屋に戻んないとダメだよね。あー、なるほど。忘れないように気をつけよう。わかった。いや、それはいいんだけどさ、アロマ、あ、まだいる、まだいる。アロマやりたい。カズヤ、背中凝ってない？いいよ。あ、来た！あれまだ頼めないか？一物を抱えながら、やる。音に包まれていた。期待してるぜ。よし、今度はミスらないように。わっ、来たよ、アロママッサージ。うんうんうん、大丈夫。もう勝手は分かったぞ。ん、非常に疲れた。明日まで持ち越さずに済めばいいんだが。非常に疲れた。疲れてる時には何がいい？安定集中鎮静。あ、これか。ベルガモット、癒し安らぎ解消でしょう。あ、ん？今度満足充足。いや違うな、ベルガモットだな。これ任して、和也くん。あ、背中全体が凝っている。揉むぞー。うひひひひー、イケメンの背中じゃい。気持ちいいぞ。気持ちいいぜ。どうだい、カズヤ。どうだい。悪くはないな。あ、ちょっと上行きすぎた、上行きすぎた。もうちょい下行こう。あ、アロマタイム、ハーブタイム。体中の疲れが消えていくような香りだな。癒されると。BGM がいい、BGM が。一物を抱えて。いい感じだ。オッケー。もうちょい下も行っちゃおうか。そうだ。気持ちいいんだろ。これがいいんだろ。こうだろ。分かってるぜ。あ、ハーブタイムが終わっちゃった。これボーナスタイムみたいなもんだもんな。この辺はどうだい？ああ、息が漏れてるぜ、カズヤ。これがいいんだろ。こっちは違うのかい？もうちょい上か。わかった。この辺だな。そうだ。どうだい？あ、もう時間。あ、終わっちゃった。いや、でも結構いいとこまで行ったんじゃないかな。あ、これマックス行くの相当難しい気がする。旧大点はやれそうだ。うん。割と喜んでくれてみたい。まあ、よかったかな。おお。やってやったよ。揉みほぐしてやったよ。
そういえば今日は授業中に花束どうもありがとう。なんだよ、怒ってたんじゃなかったのか。私はそんなに子供じゃないからね。大方岡崎さんあたりに御堂さんなりの優しさだと思うよとか言われたんだろう。あ、全部読まれてる。バレてる。まあいい、これからもあの調子で頑張れよ。何、今も沈黙。いやー、いいなー、和也。いやー、でも隙あらば矢探ししようとしてんだけど、隙あらば、あ、でもちょうどまさに今いないな。ちょうどいないな。ちょっともう一回行ってみるか。人影も人の気配もない。チャーンス、もうこの部屋来てばっかり。矢探しチャーンス、今明らかになる。大丈夫、煙幕持ってるから。あー、なんもない。うーん、難しいな。なんか条件があんのか。あ、でもまたいける。というか、あれやったっけ、いおり様のお使いやったっけ。なんだっけ。あ、ピアノか。ピアノ掃除してセイ君、食器片付けて朝輝くん。あ、そうだ、2階の洗面所やってなかったんだ。そうだ、忘れてた。やりに行っちゃおう。出来始めた朝輝くん、可愛いからちゃんとやってあげるよ。うん、ここでお掃除。はい、鏡をじゃがいもで拭いて、から拭き。覚えちゃえばこれあとはいけそうだな。バッチリ 100%。 歯ブラシ、レモンでこすって、掃除機をかけると。よし、最後は開けて換気。バッチリ。やばい、また朝輝くんが出れちゃうよ。デレデレになりすぎちゃうよ。ちょっと私を取り合ってみんなで喧嘩になっちゃったりなんかしたらどうしよう。困っちゃうわ、そんなの。矢探しに行くけど。あ、人の気配か。ダメだ、危ない危ない、矢探し危ない。これダメだ。うん、ダメ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 。ガーン。矢探ししない。退散。あとは別にすることもそんなにないからな。ああ、いや、さっき伊織様が部屋にいたらさ、ミニゲームやってみたいんだけど、部屋でいいのかな。いや、でも部屋とは限んないか。ちょっとダイニングとか行ってみよう。伊織様のミニゲームってどこでやるんだろう。お、和也だ。よ、お話しようよ。自分の顔について教えて。どう思うって、なんとも普通じゃないか。普通ではないよ。人からは意志の強そうな顔だと言われるが、実際その通りだし、否定することもないな。なるほど。普通の会話だけで終わっちゃったな。なるほど、そうか。屋上ちょっと気になるな。屋上行ってみようかな。屋上誰がいるんだ。朝輝くんだ。デレデレの朝輝くんじゃん。あ、なんだこれ。ところで出たぜ、マジで。何が。 UFO だよ、 UFO。 UFO? 大至急御堂のとこ行ってカメラ借りてきてくれ、頼んだぜ。大丈夫大丈夫。あさきくん大丈夫。もうお前のキャラが分かんねえよ。バカみたいなんだもん、あさきくん。あ、てる。悪かったな。じゃあいいよ。
あ、カメラ持ってきてあげればよかったかな。子供みたい。あ、確かに子供みたい。これででもカズヤんとこに行ってまたカメラってなったらな、矢探しチャンスが減っちゃうからさ。矢探し、あ、来れたよ、部屋まで。ガーン、行っちゃおう。煙幕があるから、煙幕が。あれ、何にもない。ダメか。なかなか思う通りにはいかないな。もう一回行こうか。数打ち当たる。あ、でまた誰もいないからね、行っちゃおうよ。これこういうゲームで、え、やばい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 、なーい、開き直る。あ、待って、今の逃げた方が良かった、もしかして。あ、危ねー、猫。てか猫なんかいたのかよ、この家。びっくりした。あ、こら、和也くんのベッドの上に乗らないで。猫いたんだ、この家。危ねー。あ、こういうことがあんのか。なるほどね。あ、伊織様が部屋にいる。ちょっと行ってみようよ。ミニゲームできるかも。お、伊織くん。ここにいるのが一番落ち着くからね。ちょっと君とやってみたいことがある。ほう。メイクのレッスン。メイクのレッスンやってみたいね。うん、伊織くんが教えてくれるの？そっか、さすが元歌舞伎役者。君さえ良ければだけど。メイクのレッスンやろうよ。私は何をすればいい？いくつかあるメイク用品の中から君の好きなものを選べばいい。簡単だからすぐになれるよ。へえ。それじゃ、準備するからね。ん、こっち、私にメイクするってこと？え、伊織、え？あ、私がメイクするんだ。私がメイク、メイクアップしてイオリを驚かせよう。うん、違うな。イオリ様をメイクするのか。それじゃ、始めようか。うん。スタート。これ変な顔になるのかな。あ、私だ。私だったわ。ファンデーションは、可愛いわ、私ったら。美少女なんだからもう。ファンデーションは、オークルって何色だ？わかんないなら塗ってみればいい。お、オークルのファンデーションか。クールな感じがするね。いいじゃない、私。アイシャドウは、ここはまあ可愛らしく、あ、でもクールな感じでいくならブルー？大人っぽくなっちゃうわ、私。ほんのりつけるわ。ああ、いいじゃんいいじゃん。シャドウを入れるんだね。ちょっとギャルっぽくなったね。ブルーのシャドウか。クールでいつもとは違う感じがする。私可愛いね。調子乗っちゃうわこれ。マスカラはバッチリ。あ、ほんのりでよかったかな。あ、でもいいじゃんいいじゃん。するときはきちんと乾いてから塗りなさい。うん、そう、上手にできたね。いいじゃない、私。唇の形。あ、ごめん、眉か、眉か。唇じゃない、眉だった。眉の形はなんかちょっとでも今クール系。細眉にするか。細眉にしよう。あんま変わんない気がするけど、ちょっと細くなった。細い眉にするとクールな印象になるね。うんうんうん。チークはシャープ、ほんのり。おお、いいじゃん。ほんのりと頬が染まったね。かわいいよ。かわいいって言われちゃったわ。そういう色のチークをのせるととてもシャープな印象になるね。私どんどんかわいくなっちゃう。リップはね、
まあレッド、レッドかな。大人っぽくなった。情熱の色を乗せてみたね。大人っぽい感じになったよ。やばい、私超美少女出来上がりバカっぽい、バカっぽい文字が出来上がり。どうよこの感じ。いい感じだと思うよ。お、筋がいいんじゃないかな。これからに期待だね。いおり様に褒められたよ。結構気に入ってくれたみたい。美しくなっちゃったわ私ったら。ありがとう、楽しかった。15歳だもんな、言うてもな。そりゃこれからメイクいろいろ覚えていくお年頃だもんな。あ、さっきのことだけど、ごめん、あの話はやめよう。もう済んだこと。いやもうあの話はそうね。うん、やめとこう。喧嘩した話ね。あ、やべえ、11時になっちゃった。やべえ、ちょっと部屋に戻、11時前に部屋戻って、和也に、やべえ、約束すっぽした、すっぽかした感じになっちゃったかも。あー、いや、覚えてたんだけど、最後の雑談で一気に時間が。やっちまったこれ。カズヤ、多分最後にちょっとマイナスだったよね。ワイシャツは良かったけど、うん、結局あれどうなったんだ。あー下がった、プラマイゼロかな。でもまあ、お、アロマ、アロマしてるから。アロマであえがしてるから、一物を。なんとかなったかな。うん。いおり様はバッチリだね。いや、でもね、ミニゲームこれで全員やった感じだけど、やっぱセイ君面白かったな。歌ってくれんの嬉しいわ、セイ君が。ちゃんとした曲にしたかったよ。はい、ごめん、朝日くんは UFO をからかってごめんね。で、セイくんも OK。 ピアノ楽しかったよ。変な歌わしちゃってごめんね。これで今日のお仕事は終了。よし、じゃあここまでにすっか。6月20日あ、もしかして今日ん？次の日、みんなの態度はいつも通りで、私は少しほっとした。もうちょいやるか。ここで、ここちょっと区切り悪いな。なんだかんだ言って今まで一緒に暮らしてきたんだもん。仲良くなってなれるはずだよ。私が最初に来た時よりみんなずっとと付きやすくなってるし、特に朝木くんがね。朝木くん急に出れ始めたから、きっとうまくいく。みんなのことも、お姉ちゃんのことも。明日はイオリくんに連れて行ってもらう。あー、パーティー行くっつってたね、そういえばね。なんか乱行パーティー。張り切って行くぞー。言ってたね、そんなことね。うん。1時。さ、今日が課題の提出日。ラストスパート頑張って。あー、ここで区切る？ここで行っか。そうだよね、もうパーティーになっちゃったらまたいろいろ時間かかりそうだし、ここまでにしておくか。次回はじゃあ、いおり様と一緒に、なぜかいおり様になっちゃったんだけど、パーティーに行くと。あの、札幌行かなくていいのかな？カズヤと、いつつってたっけ？日曜つってたっけ？いやー、しかしどんどん話が膨らんでいってね、安藤正志がめっちゃ気になってきた。どうなっていくんだろうね、この話はね。これ最悪バッドエンドで殺されるルートとか、下手したら消されんぞ、麦ちゃん。大丈夫なのか。はい、それでは今回はこの辺で。ご視聴いただきましてありがとうございました。